ネズミイルカと呼ばれ、名前の通り海洋の沿岸域あるいは河口に生息する。ホエールウォッチングを行う人々にとっては、ネズミイルカ科の中で最も馴染みのあるイルカである。河川を遡上することがあり、川口から数百キロメートルも遡上した例が知られている。以前はコモンポーパスと呼ばれることもあったが、この名前は、もともとはイギリスで使われていた呼び名であった。ネズミイルカは、 ネズミいる家族の中でも小型の部類に属する。成長するとメスの方がオスよりも大きく、オスの体長は1.6メートル、体重は60キログラム程度であるのに対し、メスは体長1.7メートル、体重75キログラム程度になる。生まれた直後の体長は約75センチメートルである。体格はがっしりしており、三角形の背びれの直前での胴回りが 最も大きい。この背びれの前縁には多数の小突起を持つ。興奮は突出していない。胸びれ、背びれ、尾びれ、背中は濃い灰色である。側面は明るい灰色であり、ぶち模様になっている。腹側はクリーム色で、口から胸びれにかけての喉の部分に灰色の筋状の模様がある。野生寿命は20年程度である。普段は海面近くで、 おおよそ25秒程度で、くしゃみのような独特の音を立てて潮を吹き、呼吸をする。水深200メートル以上まで潜れる。生息域ネズミイルカは、北半球の寒冷な沿岸域に生息する。多くは、平均水温が、摂氏15度程度の海域である。大西洋については、北アメリカ東岸の北部から、ニューファンドランド島、グリーンランド、アイスランド、ノルウェー、イギリス。 アイルランド、フランス、スペイン、北アフリカ西岸にかけての沿岸域に生息する。太平洋については、日本海から、ウラジオストック、ベーリング海峡、アラスカ、バンクーバー、シアトルにかけての沿岸域に生息する。国海、バルト海での生息数は減少している。多くの国で、ネズミイルカは食用あるいは餌として消費されている。 中世の西洋ではネズミイルカの肉は珍味でありご馳走とされていた。イルカ漁は小舟で網によって捕らえていた。北米でも先住民であるインディアンが食べるために捕らえていた。カヌーを使ってネズミイルカを浅瀬に追い込み石で作った武器で射止めた。これはアメリカでの初めての捕鯨業ともされている。近現代ではネズミイルカはその小ささゆえに 積極的な捕鯨の対象とはなっていない。全生息数は数十万頭と考えられており、差し当たっては絶滅の心配はない。現時点での懸念点は、差し網やその他の漁具による根核によって死亡する個体数が決して少なくはないことである。特に国海やバルト海などの漁業の盛んな海域においては、個体数の減少が顕著である。 1990年代初期のアメリカ東部メイン湾海域では年間3000頭が刺し網などにかかって溺れ死んだ。反響転移により漁網の存在を識別することが可能であることは分かっているがその能力は漁網に絡まないようにするための役には立っていないようである。化学汚染や騒音も生息数の減少の原因になっている。日本では小樽水族館や 鴨川ワシーワールドの飼育が知られ、また、オタル水族館では2008年まで生存したジロキチが24年の世界最長飼育記録を持っている。海生哺乳類図館、ネズミイルカ国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。